どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は警察のすごい人がやってきてます。今回は盗まれたパトカーを回収する仕事をやっていきたいと思います。ちょっと今回は今までいろんな車両を盗んできたその腕を生かして絶対に回収してやりたいと思います。そしてこちらが新しくできた警察署です。めちゃくちゃ広くない？めちゃくちゃ広くてめちゃくちゃ綺麗、すげえでかい。そしてこの中ちょっと入ってみようかな。おお、なんだこれ、ダイニングまである、すげえ、めっちゃ綺麗な場所だね。すごい広いし、あ、ここは休憩室みたいになってる。そしてこちらの警察署、屋根にはヘリポートまでついてます。なのでかなりでかい本格的なね、警察署になってますね。上から見たらこんな感じでめちゃくちゃ広いぞ。しかしトイレがしょぼい、めちゃくちゃしょぼいぞこのトイレ。早速パトカーを取り返しに行きたいと思います。よし、みよん、行ってくるぞ。どうやら一つ目の車両はここに持ち込まれたみたいだね。さあ早速開いてみよう。大丈夫かな、これはかなり怖いぞ。え、何この人、なんか変な人がいる。どきなさーい、トレバーが通る。なんだこの人、ちょっと降りてみるか。さあ降りてみたらどうなった、あれどこ行った何してるんだあの人、謎すぎるんだけど。まあでーい、投げてやるあ、どっか行ってるねよし、いいぞ。じゃあ早速車入れちゃおう。早くパトカーをね、回収しに行こう。出発だー、行くでー。よーし、到着ー。すげー、やべー、なんだこれ、なんかめちゃくちゃ撃たれてるやばすぎる。マジか、なんか撃ってきたぞ誰か、すごすぎ。ちょ、待って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 、やば、恐ろしいやつがいたな。ちょ、気をつけて気をつけて。あれか、撃ってきてたの。待てよー、発射するーよーし、倒したぞ。もう、あの人はいなくなったよ。大丈夫、しっかりして。もう手上げなくても大丈夫だから。え、どうしたのこれ。え、なんでなんでなんで助けてあげたのになんで怒ってんのこの人。あったぞー、これだー、見つけたーすげー、めちゃくちゃボロボロになってるんだけど。よーし、接続完了、行くぜー。ちょっと待って、ここに柱があるよ。あ、オッケー、大丈夫、よかった。すげえ、ずれてるずれてるずれてるけど、なんとか。ふう、助かった。よし、いいぞ。1台目をなんとか回収することが完了しました。そしてこれ魔改造屋さんに持っていかないとね、まず最初に。じゃないともうボロボロすぎるんで。この車以外にもあと2台ね、盗まれてるので、それをね、回収しないといけません。もうこの、うわー、すげえ、玉突きの大事故が発生。こんなパトカー見たことがないぞ。新しい警察署にね、配属されるパトカーはこれみたいですね。よーし、島改造屋さんへ到着。これエンジンかけようと思ったけど煙が出て動かない、マジかー全然ダメだ、めちゃくちゃ壊れてるぞ。わー、しかもなんかガソリン出てる、来てる。じゃあ、あとは魔改造屋さん頼みます、この修理は。さあ次はこっちの横にある家みたいなとこですね。なんか怪しいな、あそこは絶対絶対なんかギャングとかいそうな感じ。めちゃくちゃ不便そうな場所だよね。こんにちは、パトカー返してください。こんにちは。やべえ、撃ってきたー、すげえ。待って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 、すごいわー、撃ち合いになってるすごすぎる。あー、危ない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 、車を壊さない。あった、パトカー見つけたー、ドーンよーし、倒したぞ。すげえ、打ち合いになる。いけー、発射ー発射ーそこにもいるぞ、発射ー。よーし、やば、まだいるまだいる、発射すごい、全員倒した。いや、まだいるぞ、やば、その後ろにいるね。オッケー、倒せたか、やーばいめちゃびっくりした死んだふりしてた。やはりここはギャングの拠点だったね。そして見つけた、よし、接続できました。あとは2台に乗せたいと思います。いいぞいいぞ、うまいことやってる、やったー。よーし、出発したいと思います。マジでここは早く逃げないとね、やばいところだね。急いで魔改造屋さんへ帰ろう。よーし、魔改造屋さんへ到着。もう1台目は修理始まってるみたいだね。いいぞいいぞ。じゃあもう1台置いときますね、改造屋さん。
うわお、よーし、いいぞ。あ、これ動くぞ、すげえ。この車はまだ動く、やったー。ここに置いときまーす。あとはよろしく頼みまーす。よーし、じゃあ最後の1台をね、回収しに行きたいなと思います。さあ、3つ目の車両がね、ある場所が判明したので、そちらに向かっております。今度もなんか怪しそうな場所か、もしかして。さあ、着いたぞ。ここか。なんだ、あったぞ、見えた。普通に置いてあるんだけど。やべえ、ここら辺絨毯で穴が開いてるのか、これ。もしかしてここにもギャングが住んでるのか。いやー、とんでもないところだ。なんだこれ。バスの残骸とか、そして車の残骸とかもある。すごいな、これ。いろんな車盗んできてるのか。あったぞー、見つけたー、パトカーだー。しかし怖いな、これ入るのが。こんにちは、開けてくださーい。開かないのかな。よし、これはもう爆発するしかないね。爆破しまーす。ドーン。よーし、爆破完了。やべえ、来てる。やめて、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 聞いてる。うー、助かった。よかった。なんとか敵は倒しました。よっこらせっと。もういないよね、大丈夫？おーし、誰もいないね。ここも破壊しとくか。よーし、いいぞ。で、そしてこれだね。めちゃくちゃ危ないよ。ここら辺にガスボンベがあるんで、それに気をつけないとね。ちょ、待って待って、まずいぞ、まずいぞ。ガスボンベがおかしくなってる。ちょっと待って、やべえ。急いで逃げて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 。めちゃくちゃガスボンベが爆発した。うー、助かった。どうだった？パトカーに損傷はありません。よかった。やべえ。早く積み込もう。まずいぞ。大爆発だね。しかも手配度位置ついてしまったんだけど。よーし、出発、逃げろー。めちゃくちゃ遅いんだよ、この車。全然逃げれそうにないけどね。ちょっとこちらに一旦逃げよう。遅い。もっとスピード出て。よーし、逃げろー。おー、これは逃げ切れそうだね。やったー、逃げ切れたぞ。いやー、助かったー。いやー、もうどうなるかと思ったよ、本当に。よし、じゃあ魔改造屋さんへ向かいたいと思います。さあ、なんとか魔改造屋さんへ到着しました。2台目も修理やってるみたいだね。うわー、すげー、吹っ飛んだ、マジか。大丈夫、取れば。よし、脱出だー。すごい、ひっくり返ったけど、これお願いね。そして、ついに、パトカーが綺麗になりました。すげえ、新品みたいにめちゃくちゃ綺麗になったぞ。やったー。そして、ボンネットには、長山県警って書かれてるね。すげえ。こんな感じです。全体像は。すごいかっこいい。ということで、早速ね、新しい警察署に持っていきたいと思います。よし、出発だー。パトランプもすごい綺麗でかっこいいですね。到着。さあ、みんな喜ぶんじゃない、これは。おお、すげえ集まってる。めっちゃみんな集まってる。よーし、いいぞ。そしてどうやらこれが長山県警の制服みたい。この警察署はね、長山警察署になるみたいですね。すげえ。じゃあちょっとね、新しい制服どんなのか見てみようかな。こんなんだって。長山警察ロスサントス駐留部隊。すげえ。電話番号は177だって。すごいな。おお、かっこいい。普通のロスサントスのね、警察と協力だ。すげえ。めちゃくちゃこの駐車場広いね。いろんな車置けそうだね。次は2台同時に持っていくぜ。到着。あと少しだ、頑張って。さあ、新しいパトカーだ。新品のパトカーいいね。じゃあ今度はね、盗まれないように気をつけてほしいですね。到着。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。